っとこれ。共に走り出せ。
勝ち取る勝利。
抜いていく。金森が行く。金森マイナスのクロス、佐藤亮太。佐藤亮太今日2点目。アビスパ福岡が貴重な追加点。打ったことによって高い位置で攻撃できましたし、この後前が出てきて最後このパスもそうですけども、ペナルティーボックスでこれでパスがつながると、まあ、ここ2人引きつけたっていうのが非常に大きかったです、でここ井出口が佐藤と山岸を2つ選択できる中で山岸選択して冷静に流し込んだところですけども、まあ、ここで数的優位の状況、3対2の状況をうまく作り出してボール奪ってからですね。そうですね、ここでコントロールして駆け引き、中間ポジションうまく取れて、まあ、コントロールから中間もスムーズでしたし、まあ、ストライカーです。前がいた、上げただけ、左から来た、左からのクロスボール前、最後佐藤亮太、あっという間1分40数秒福岡先手を取りました。スローインから今度の折り返し、山岸へ、スローインから出し抜きました福岡、アシストフルストリケスの今度スコア山岸0対2、3連戦の初戦福岡早々に2点リードです。両側のためにという思いで挑んだ第2戦福岡です。まず前半の38分、こぼれ球をやそして48分です。このセット小田のヘディングでした。一旦はノーボールになりました。 VAR よりドロップボールが認められます。本当に強いですねヘディングが。そうですね、選手は左にポジションを移した前島のクロス、ウェリントンだ、決まりました。つないで金森のゴールで同点で4対1。その後三國も入れて、まあ、パワープレーに出た福岡ですが、最後鶴野がターンから左足で展開します。はい、これは本当に非常にゴールだと思います。いや、負けませんでした。そして得点シーンはこちらです。アディショナルタイム48分です。8番の今度左足のクロス、ファーサイド鶴野、得点シーンが生まれます。コーナーキックから三國が競った後のベリントン、リーグ戦名古屋戦以来の得点となりました。また高さを右か左か、左今度来たからナイスリーグからのこぼれ球、ドウグラスグローリです。枠を捉えた今度の左足、そこにドウグラスグローリがいました。24分、あっという間に追いつきました。福岡1対1です。シーズン9ゴールで逆転しました福岡、1対2です。
リブル突破、左足、決めていったのは宮大輝。なんと前半の終了間際、大きな1点、それはアビスパ福岡に入りました。2対0、点差は2点になりました。前島、前島、横パス入れてワンタッチ抜け出した山岸。1対1の同点。山岸10ゴール目。クロスが入る。おヘディングシュート、ルキアン。流れてきたボールをルキアン押し込みました。8月以来の出場で、久しぶりに怪我から復帰をしたルキアンのゴール。一番ゴールになる確率の低いところだったら触ってもいいよという守りなんで、ね、山岸から今度は浮かす、ゴール、抑えられません。同点に追いついた福岡、山岸から今度はっていう感じじゃないですけど、シューター打てない、ファーサイドダイレクト来た、あーフラッグ上がってます。小田の位置がオフサイドでした。これで今福岡が1点リードしている状況です。後ろから繋いでいこうというところ、さあ高い位置で取った、そしていった、本能、高い位置からのプレスから取りました福岡らしいゴール、まさに福岡というゴールになります。